はい、こんばんは。2020年、4月6日、ウェブ朝倉学校、を始めてみたいと思います。で本日は、世の中的には緊急事態宣言が出されることがほぼ決まりまして、船橋でも、新型コロナの感染者数が増えていますので、緊急事態宣言されますけど、私たちはそれを受け止めて、落ち着いて、頑張っていきましょうということです。で、その話は、この理科、数学と理科の授業が終わった後に、また別個にお話したいと思いますので、まず数学と理科の話をしていただきたいと思います。で、本日の数学は、多角形の内角と外角という話です。で、多角形の内角と外角という話で、数学をよく学んでいる人は あの話かということで、わかると思うんですが、初めての人、忘れてしまった人は、面白いと思います。で、その副題に仕切り、内壁と部屋の数という発想というのがありますけど、これ本日の話から、派生して、非常に面白い数学的な発想法がありますので、合わせてそれもお話ししたいということです。それでは、多角形の内角と外角の和ということなんですが、まず内角と外角というものはそもそも何かということなんですが、多角形、これ五角形ですけど、そのここの角のことを内角って言うんですね。この図形の中の角のことを内角で、その図形の中の辺からこう延長したところと、このもう一辺との間の外の角を外角と言います。さて、三角形の内角の和は、これとこれとこれが合わせて180度だということは有名で、知識としては知ってるんじゃないかと思います。で、例えば正三角形だと60度、60度、60度で、60×3 で180度ですね。さて、三角形の外角の和はどうかというと、ここの角度とこの、角度とこの角度とこの角度の和ですけど、これ実は360度なんですね。それでは、三角形の内角の和が180度、外角の和が360度となることを、図で示すとしたらどんな形でしょうか。同様に四角形の内角の和と外角の和、それぞれ内角は360度、これは正方形を考えると分かりますね。そして外角の和も実はこっちはまた360度なんです。じゃあそれぞれまず三角形の内角の和、この赤で書いてあるように三角形の内角の和がこの3つの角の和が180度となって、外角の和が360度となることを図で示す方法はどうなるでしょうか。はい、で実は三角形の内角の和が180度だということは、この三角形の底辺に平行な線分を引いてみるとこうなるんですね。で、平行線の錯覚は等しいですので、これとこれは等しいです。で、これとこれも等しいです。で、そうするとこれ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 を合わせたこの黒の丸三角バツを合わせた、値は、これがこれと等しい、これとこれが等しいですから、青丸と赤三角とバツを合わせた値になります。で、この角度ですから、この直線の一点をめぐるこう一直線の角度のことは平角と言うんですけど、180度ですので、三角形の内角の和が180度だということが証明できました。で、もう一つの証明の仕方として、この底辺に対してここに平行線を引いて、ここの角度で考えますと、こことここは錯覚で等しい。で、こことここは平行線の同位角で等しいので、ここに平角ができると解釈してもいいです。じゃあ実際に三角形の内角の和が本当に180度となるかどうか、ちょっと折り紙でやってみたいと思います。ちょっと、この手で切ってますので、若干、
直線でないことはお許しください。これ3つ合わせて切ってあります。で、3つ合わせて切ったものがこれ三角形ですね。で、その三角形の一つの、まあ、三角形をここに貼っていますね。で、じゃあこれ3つ同じ三角形ですので、それぞれこの角を例えばここに移します。ここに移します。そしてもう一つのこの角ですね、この角をここに移すんですね。ここに移します。で、そうするとこの角とこの角とこの角は等しいと。で、この角とこの角は等しい。で、そうするとこれが、実際に先ほど書いた通りに180度になるっていうのが確かめられています。で、図で確かめられるものも実際に折り紙とか紙で自分で、やって一回やっていただくと実感できると思いますので、やってみてください。で、次に三角形の外角の和ということなんですが、これも同様に証明ができます。360度となるのは。で、ここに平行線を引くと、これとこれ同位角ですね。この外角の和というのはこの3つの角の和です。で、これとこれと同位角です。で、実はこの平行線に対してこことここ同位角ですので、まあ、つまりこうちょうど点を回る一周の角になりますので360度ということになります。さて、それでは次に三角形の三角形に限らず三角形、四角形、五角形、六角形、そして N 角形となった時の内角の和はどうなっていくかなんですが、三角形の内角は今言ったように180度で、四角形の内角は、まあ、正方形がその四角形の一例なんですが360度になります。そして五角形になってくるとパッと計算できないと思うんですが、実はこれ540度になるんですね。で、そして六角形になると実は720度になります。で、なぜか1角増えるごとに180度増えていってんです。180度増えていってんです。で、なぜかということですね。で、そして第 N 角形になった時に、まあ、なぜ一つの角が増えると180度増えるのか、それをどう示すことができるか、そして N 角形の時の式は内角の和の式はどうなるかということを考えてみたいと思うんですが、どうでしょうか。三角形の内角の和はこういうふうに発想できます。で、多角形の内角の和は三角形の内角の和を利用してこのように発想できます。で、三角形の内角の和は、まあ、180度ですね。で、そして三角形の内角の和が180度だってことを活用すると、ここの四角形をここにこう対角線引くんですね。で、そうするとここ2つの三角形に分離されます。そうするとこれの和が180度で、これの和が180度なんで、四角形全体の内角の和が180度が2つあって、360度ということになります。で、五角形はここに対角線引くんですね。そうすると3つの三角形に分離できます。で、そうすると、180度、三角形180度が3つあるので540度ということになります。で、六角形はこう3つ分離できるので、まあ、3つの線で分離できるので、この三角形が4つかけまして、そして 180×4 で、720度ということになるんですね。で、これなんとなく当たり前のようにやってきましたけど、こう発想するんです。で、ある頂点に注目します。これどの頂点でもいいんですけど、頂点に注目して、そこから対角線が引けるかどうかを考えています。で、四角形は1箇所しか引けない。で、五角形は2箇所引けるんですね。で、六角形は3箇所引けると。どうも角形の数、頂点の数から3引いたものが、引ける対角線の数となると。で、なぜかというと、この点自らと両隣はもう辺を構成してますので、自らの点と両隣はまあ対角線は引けないんですね。で、そうすると自らと両隣、つまり3つを除いた、場所の頂点に対して対角線が引けるので N-3 になるんですね。自らと両隣にないということで N-3 となります。で、そうすると例えば6の場合に 6-3 で3になる。じゃあ3つの対角線で分離されると、四角形4つできるんですね、ということです。そうすると
n-3 で分離されると四角形は n-2 できますので、三角形は n-1 できますので、内角の和は 180×n-1 の、式というふうになります。でつまり角形が一つ増えるごとにこの分割三角形が増えていくために、角形が一つ増えるごとに、頂点が一つ増えるごとに180度ずつ足されていくんです。さてこれは実は、中学の教科書にこれ公式として書いてあるんですけど、この公式ができてきた背景をきちんと理論を頭に入れておくといいと思います。そしてまあなんとなく当たり前ですけど、この図を見ると当たり前に感じると思うんですが、あの頂点からの対角線の数に1を足したものが、できる三角形の数になりますね。でなぜかということをちょっと考えてみたいと思います。で実はこれはこの発想は私たちがなんとなく日常生活で抑えている発想なんと同じなんですね。例えばこう大きな部屋、長細い部屋があると。でこれ最初一人で借りてたんだけど、ちょっと、お金がなくなって2人で分けるようになったと。で次3人で分けるようになったと。でこれ 4人で分けるようになった時に、仕切りの数が0個だと1部屋ですね。で仕切りの数が1個だと2部屋です。で仕切りの数が、2個だと3部屋、仕切りの数が3個だと4部屋です。だから仕切りの数と、内壁の数と部屋数は、内壁の数だけ区切られた分プラス1が部屋数になります。まあ言われてみれば当たり前ですね。でそれと同じ発想を実はこの対角線の数、対角線の数はあの、自分と両隣を除くので n-3 となります。でそして、それプラス1があの分割三角形の数ですから n-2 となるというさっきの式が出てきます。でこの、 あの仕切りとその部屋の関係に近い関係が、電車の4両の連車が連携していたら連結器は3箇所あると、連結器が3箇所だったら電車は4両になるというのが発想ですね。でこの発想が実は数学では、まあ、当たり前の発想なんですが結構使うんですね。でそのことをちょっと高校の問題なんですが、そんなに、難しい問題じゃないというか、想像ができやすい問題なんでやってみましょう。アルファベット ABC の3文字のカードがそれぞれ多数あると。でこれを最低1つずつは使い、 ABC 順に6枚並べた文字の並びを作ると。並べ方は何通りあるかということなんですが、まあこれ6枚というのは実はあの自分で全部書いても、まあ、書ききれる範囲で、実際に余裕のある人は後で確かめていただくと実際に全部あの書き出してみても書ける範囲なんですが、例えばこれが 10枚並べるとなったら書くのは大変ですよね。全部書くのは大変です。ということである発想法を使うんです。まあ、ルールを言いますよ。その A を先にして B を先にして C を先にすると。で最低各 ABC 最低1枚は必要、0枚は許されない。そして合計6枚並べる。そうすると ABBBCC AABBBC のような並び方があるんですね。さてでこれを先ほど言った仕切りの発想でするんですね、高校に行くと。でどういう発想かというと、まあ、あの高校数学を、学んだ人とかは、ちょっと止めて挑戦してみていただきたいんですが、仕切りの発想を使います。こういう発想なんですね。あのこの6枚のカードを並べると。でそして一番最初は A が並び、次は B が並び、次 C が並ぶということはもうルールとして決まっているので、 A と B の間の仕切りがどこになるかと、 B と C の間の仕切りがどこになるかというところだけ考えればいいんですね。でそうすると仕切りとなる間の数は、5箇所になります。6枚のカードですので5箇所になります。で5箇所の中から仕切りとなる位置を選べば、その仕切りさえ決めてしまえば、あとはその一番最初の仕切りより前に A を並べ、一番目と二番目の仕切りの間に B を並べ、
最後の、仕切りの最後のところを C 並べばいいわけですから、自動的に答えが出るんです。ということで仕切り、5つの仕切りの、を置ける空間の中から2つ仕切りを選ぶということです。これ全部書き出しても大したことない10通りなんですね。で、高校で並ぶ数学の発想で言うと、5つから2つを選ぶ組み合わせの式、コンビネーション52となりまして、10通りという計算になります。で、ちょっと今日この話まではいたしません。前に1回やったので、組み合わせの話を興味ある人はちょっと先取り で、前に私が発信した組み合わせの話を見てみてください。ただ、この発想を使うと、10枚並べた場合でも、まあ、仕切り間の数は9個になるんだなと。そうすると、これをコンビネーション級で計算すると36通りというふうにできるということですね。つまり、遡って言うと、この、仕切りの数と部屋数という発想、今日のテーマで言うと、対角線の数と分割されてできた三角形の数は1違うと、1増えると。仕切りの数よりも、その分割されたものの数は1増えるという、まあ、日常生活で使っている当たり前の発想を数学でもよく使うということを見ておいてください。じゃあ最後に、あれ？これですね。外角の和についていきます。で、外角の和は、先ほど三角形で360度と言いましたけど、実は四角形でも360度、五角形でも360度、六角形でも360度で、もう例えば百角形とかになっても360度なんです。不思議ですよね。さっき内角の和はどんどん変化してたのに、外角の和は 何角形になっても360度となる。その理由はどうかということなんですが、実はこれ図的に考えれば簡単なんですね。こういう発想です。多角形の和は、多角形が抜けてますけど、多角形の、多角形の外角の和は、どんな多角形でも360度。これは、この多角形のどっかから人が走ったと。これランニング走ってる絵なんですけど、ここから走って、こう、ぐるっと、こう回っていくと。で、そうすると、この外角というのはちょうど、この走る人が、クイッと向きを変えて、この上を、辺の上を走り続ける、その向きを変える角度ですね。で、また向きを変えると。で、向きを変える、向きを変える、向きを変える。そして元に戻ってくると、一回転してますので、この人は、この多角形の周りを一周すると、自動的に一回転してる。で、それは、この多角形が10になろうと、3だろうと、6だろうと、とにかく一周回ることは一緒ですので、どんな多角形でも外角の和は360度ということになります。それでは、最後の最後なんですが、よく 正多角形の一つの内角はと、正多角形というのは、辺の長さが全て等しい、まあ、というか正三角形、これ正四角形と言わずに正方形というんですが、正五角形、正六角形、正十角形、とか正 N 角形というのがあったとしましょう。で、そうしたら、内角の和は分かってるんですけど、一つの内角はと聞かれたら、内角の和を例えば一つずつで割ればいいんですね。180度を3で割ると。で、これは360度を4で割って90度。で、ここら辺までは有名ですけど、五角形になると、このさっきの内角の和の式に入れて計算します。108度になります。で、六角形になると120度になります。で、十角形になるとこの式、内角の和が180度かける10マイナス2ですので、1440を10で割って144度となります。じゃあ、第 N 角形の式はということで、ちょっとすごい難しい式になっちゃうんですね。180度かける N マイナス2、これが内角の和を N で割ったと。で、それを計算していくとこうなります。なんか、内角の和を、その画数で割る計算すると非常に複雑に感じるんですが、発想を転換して内角じゃなくて外角の方に注目すると簡単なんですね。こう外角はさっき言ったように一回転して360度というのが決まってますので、例えば三角形の外角は360度を3で割って120度、そうすると180度から引き算したら60度が内角です。四角形の内角は、360度を4で割った90度、そうすると、内角は90度になります。で、五角形の内角の和は360度を5で割った72度、よって引き算して180度から引き算して108度、六角形は60度、
よって引き算して180度から引き算して120度。で例えば十角形なんかも360度の外角を10で割りますので、1つ外角が36度ですので144度となります。でそうするとこうなるんですね。でこの外角からの発想をすると実は一石二鳥で、外角も一気に求まるし、同時に内角もその裏返してパッと求まるし、外角の求め方は360度 N で割ればいいだけですので非常に簡単なんで、こっちの発想をお勧めします。例えば正二十角形なんて、内角の計算だったら大変ですけど、外角を使うと360度を20で割って外角が18度、よって180度から引いて一つの内角が162度ということになります。はい、ということで、同じ計算でも2つの発想ができる、そして発想が楽な方を使うと、発想も楽になってくるということで、数学にはいろんな発想があるし、これですね、このなんとなく三角形の分割という説明を、なんとなく見るだけじゃなくて、これは部屋の仕切りと部屋数の1ずれる発想なんだということを知っておいていただくと、数学的な発想に役立ちますので、そんな形で、数学は日常生活の発想を、結構応用してますので、身近に感じていただければ幸いだと思います。それではご清聴ありがとうございました。10分後ぐらいに理科をやります。